はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪ウォッチ4プラプラやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。バスターズ、やっていきたいと思います。キラー装備を入手したいんだけども、B 極玉が全然足りません。B 極玉がね、全然ないのよ。所持が2個なので、これを集めたいと思います。超雷電流の、ここが一番入手しやすいらしいんだよね。ここに挑戦していきます。で、エンラエンラでこの前行ったんだけども、支援にキラー装備をつけていった方が効率的っていうことなので、支援、そしてヒーラーを3体入れてみました。ヒーラーがね、あまり持ってなくて、影オロチを急遽65まで上げてみました。どうでしょうかね。いきまーす。さあ、支援でどれぐらいいけるんだろうか。常に切りまくっていいってこと？いや、そんなことないよね。やっぱ避けたりはしなきゃいかんよね。あ、いや、回復してくれるか。大体回復はしてくれるから、そのまんま切っていって良さそうだね。で、昇竜切りでしょ？一番強いのは。あ、うんうんうん。そのまんま。って良さそうね。スーパーアーマーがついてるっぽいので、あ、でも、うん、グレート化になった時はさすがにちょっと避けないとダメなんじゃない？いけるか。あー、すぐチャンスは取れないっぽいけども、なんかチャンス取れそうな気はする。敵がね、結構ひるむのよ。あ、いや、めっちゃ効くな。回復してくれる？おお、チャンス取った。これはエンラエンラより早いかもね。もうエンラエンラはチャージして攻撃で、しかもかなり近寄らないとダメだったんで、あ、やりやすいかも。常に攻撃してていいでしょ。ヒーラーたちがしっかりと回復してくれそうなので、おうおうおう、まあ若干は避けるけども、基本は攻撃をしまくってて OK っぽい。おうおう、鬼玉も結構入手できて、いい感じだな。あ、でもなんかヒールが若干止まることもあるけど、そこまで気にしなくていいか。 OKオーケー、いいよ。とにかくチャンスさえ結構取れれば文句ないです。いった。おい、いいね。いいダメージ、いいダメージ、本当にいいダメージ。え、これチャンス取れないパターン。またチャンスが取れそうな気が。おお、すごい、すごいね。チャンスがすっごい取れる。支援強い。はい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 、キラー装備付きの支援はむちゃくちゃいいね。使いやすい。 OKOK、 いけ。いいダメージ、いいダメージ、すっげえいいダメージ。じゃあ早い早い。あ、なるほどね。ああ、これはエンラエンラよりも支援の方が高速周回できそう。あ、ただ回復ちゃんとしてくれない時がある。そん時は若干ピンチになるね。うん、でもまあまあまあ、そこそこ回復はしてくれるし、多分影オロチがあまり良くないかな。もうちょっとしっかりしたヒーラーを入れていった方が安定するのかな。うん、影王者ちょっとね、アタッカー寄りではあるんで。おおおおお、またチャンスを取れてた。すごい、支援強い。うん、やってた頃に支援ってあんまり使わなかったのよね。強いね。スーパーアーマーがとにかく便利です。これはいい。
おお、出た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 。でも一個ずつなんだよな。結構時間はかかりそうだけども、うん、でもそれでも最速で集めるのはこれかもしれないね。楽勝。よっしゃー、終わりだ。はい、ということで今日は支援を使って雷電流行ってみました。エンラエンラ使うよりも支援の方が早かったし楽だね。やっぱりスーパーアーマーがついてるんで、ひるまないっていうのがめちゃくちゃ使いやすかった。雷電流戦はね、あいつすごく良かったね。で、最初装備してなかったんだけども、これつけると、速くなった。これ、大横綱の化粧回し。相撲バトルでの、腕力、揚力がチューアップするってやつ。これをね、もう一個、上げたいのよ。強くしたいの。でも、アイテムがね、かなり必要なんだよね。それをちょっとまずは入手していった方がいいのかな。あとね、どれぐらい必要だ？ヤマンバのボスコンが、残り6個。で、玉物前のボスコンが8個。ですね。この2つか？これなかなか厳しいんだけどね。特に、どっちだったっけ？卵だったかな？全然出ないのよね。あと8個。まあ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 、頑張っていくしかありませんね。まあ、これを入手できれば、だいぶ倒すのも早くなると思うので、あと1分ぐらいは短縮できそうな気がしますので、ちょっとやっていきましょう。はい。まあ、先は長いんだけども、まあ夏休みもね、まだ、始まったばかり。まだ始まってない人もいるのかな。なので、ちょっと頑張って、やっていきたいと思います。はい。まあ生放送とかでやるときには、お手伝いできる方はよろしくお願いします。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。